カンさん、タッチャン、ありがとうございます。コニュマさん、トムトムさん、ありがとうございます。お風呂上がりの時にエミ、お昼上がりの時のエミリーさんに見える。お風呂上がりのエミリーさんが想像つかないかも。福清さん、焼酎力さん、ありがとうございます。タッチャンさん、シンジーちゃんさん、おもんない人さん、ありがとうございます。ともちたんさん、あやさん、ありがとうございます。おもんない人さん、はるみさん、ありがとうございます。マキーサさん、カロワさん、グッさん、ありがとうございます。シワさん、マサートーシーさん、応援さん、ありがとうございます。福清さん、ヒロさん、華麗にひなたを語る詩人になりたくてさん、ありがとうございます。ゴーチャ、みちろうさん、ありがとうございます。大地くん、メフィラスさん、タダタンタンさん、ありがとうございます。そう、あの朝ドラの、満腹っていう朝ドラを見てるの。チキンラーメンを作った方、そう、チキンラーメンを作った方の朝ドラの満腹ってやつを最近というかちょっと前から見始めてて、チョコレモンさん、北九州の料屋さん、ギモーブールスさん、ありがとうございます。ミノルさん、タッちゃん、ロデムさん、ありがとうございます。ゲンちゃんさん、福岡の福田さん、トントンさん、ありがとうございます。ライトさん、ともちたんさん、ゲンちゃんさん、いいいさん、ありがとうございます。そう、満腹っていうね朝ドラをね見てるんですよ。グッさん、いいいさん、くまけんさん、ありがとうございます。くんちゃんさん、そんなこと中目黒さん、ともちたんさん、ありがとうございます。今日山本屋の親子丼、おいしいよね、あの親子丼。私あの親子丼世界で一番おいしいと思うの。絶対みんなにも食べてほしいってぐらい世界で一番おいしい親子丼だと思う。はるみさん、げんちゃんさん、たっちゃんさん、ありがとうございます。オーディさん、ケイティノンさん、ありがとうございます。みなるさん、ぐっさん、ありがとうございます。そう、満腹見てたんだけど、そのチキンラーメンを作る方のお話なんだけど、そう、チキンラーメン作るまでにまず塩作りをやったり、なんか栄養食品作りをやったりして、そう、やっとそうインスタントラーメン、そうチキンラーメンを作り始めて、で今スープが完成して、そう、麺のとこで、なんかあのインスタント麺ってさ、揚げてあるんですよね。揚げてあるじゃないですか、インスタント麺の麺って。揚げてあるやつを私たちがお湯を入れてふやかしてさ、今食べてるじゃないですか。でもそうで、予告でなんかその奥さん、そのチキンラーメン作る方の奥さんが天ぷらを作ってて、これだってなる予告までは出てきたのに、なかなか揚げてくれないの、麺を。そう、私は麺を揚げてくれたら、もう心の、なんだろう、もうなんかよかったって思うから、そう、揚げてくれるところまで見ようと思ったの。予告で、そう、奥さんが天ぷら揚げてるの見て、これだみたいな、そう、なんか麺を乾かして水分を飛ばすっていう発想までは来てるんだけど、まだ揚げてくれないの。そう。グーさん、何言ってんじさん、チョコレモンさん、ありがとうございます。マサアキさん、ハルミさん、オーブオリジンさん、ありがとうございます。ストラトスさん、ヒロさん、ありがとうございます。あ、今ノンフライなんだ。そう、今ね、そう、あの、そう、水分を飛ばすとこまでは来てて、そう、天日干しまで来たので、なんか茹でて天日干しをしたら麺の水分量が増えてしまうから、麺がなんかコシがなくなっちゃうから、麺を最初に茹でるんじゃなくて、ふかしてから、そう、何、蒸してから干そうってとこまで来たんだけど、揚げてくれない。私は揚げてくれるのを見届けたら配信しようと思ったんだけど、そう、なかなか揚げてくれなくて、そう、あの常温でもそう、常温でもあの長期保存ができるように、そう、麺の水分量をなくそうっていうとこまでは来てんだけど、なかなかね、そう、揚げてくれるとこまではいかなくて、すいませんね、こんな時間になってしまいました。宗弘さん、ガンプさん、スルーしていいですよ、スルーしていいですよさん、ありがとうございます。
宗弘さん、博多の山さん、アナミンちゃん、ありがとうございます。ネオアレスさん、グッさん、原始人さん、ありがとうございます。そんなこと中目黒さん、源三郎さん、レモンクレープさん、ありがとうございます。横浜のカップラーメンミュージアム行ってみたい。そこシムさん、安則さん、ありがとうございますいいね。そう、今だから最近の私のマイブームは満腹を見ることです。満腹かな、満腹がちょっとイントネーション落ちた。あ、もう菅田将暉さんもう出てきました。もう菅田将暉さんのお話はもう解決した。菅田将暉さんはなんかその旦那さん、そのカップラーメン作る方がピンチ、そうピンチになった時に弁護士さんとして出ていらっしゃいましたよ。シムさん、マーさんさん、グッさん、ありがとうございます。天球さん、原始人さん、大丸さん、ありがとうございます。それを見て食べたくならない、私はもう決めてるの。最終話は私もチキンラーメン食べながら見るよそこはもちろん、そう最終話はもう決まってる。最終話見るときはそうチキンラーメンをね、そう決まってるの、もう心の中に決めてる。まだ90話とかだから、あとまあ多分60話ぐらい、90、100いかないぐらいから、だからあと60話ぐらいあると思うんだけど、もうその時最終話にはあと60話あるけど、最終話にはチキンラーメン準備してた、そう見ようっていうのはもう決心しますよ。それはもちろん。しょうちゃんさん、天球さん、ありがとうございます。シムさん、ぼうちゃんさん、ありがとうございます。シムさん、あさみさん、ありがとうございます。ホワイトホッシーさん、パスカルさん、はるみさん、ありがとうございます。そう、でもカップヌードルも作った方だから、そうカップヌードルでもいいんですけど、でもやっぱ一番最初に作ったのがそうチキンラーメンだから、やっぱチキンラーメンかなっていう。そう、万平さん、万平さん、旦那さんの名前万平さんあんな見てたのに急に名前わかんなくなって。ごちゃん、ゆうまさん、ありがとうございます。バウッチさん、ただたんたんさん、マキーサさん、ありがとうございます。そう、チキンラーメンを作った方のお話がモデルになってる、そう朝ドラを見てます。チキンラーメンは最初のインスタント麺、そうだと思う。元気が一番さん、ありがとうございます。そう、それを見て、そうあげてくれたら行こうと思ったのに、そう蒸しちゃった蒸しに行っちゃったよと思って坊ちゃんさん、花ピンさん、ありがとうございます。そう、悔しい気持ちになっちゃった。ナックスさん、フォレストさん、ありがとうございます。そうそう、日清食品さんね。ね、私も見てたけど、そう、なんか昔多分私も見てたと思うんだけど、あんまり覚えてなくて新鮮な気持ちでした。そう、やっぱ結構ね、朝ドラってやっぱなんかさ、朝ドラはもうすっごい話がピューンって飛んじゃう時もあればさ、ゆっくり進む時のね、波がすごいからさ、なんか改めて久々にね、なんか、ね、朝ドラの波を感じたマンチクさん、ユビさん、ありがとうございます。何年前のかはねちょっと分かんないけど、結構昔のな気がする。あやさん、ありがとうございます。そう、まだねあげてない、次かな次かなと思いながら、そう今蒸して天日干しに来たから、多分次は蒸してあげてくれると信じてる私は。佐世保出身のぶさん、ありがとうございます。そう、もう今はね朝ドラはねなかなか毎日は見れないので、こういうなんかサブスクで見れる朝ドラを見て楽しんでます。2018年、6年前、
年前なんだね。あげるまでどれぐらい時間かかるんだろうね。でもなんかあら、なんか予告みたいなとこで流れてはきたの。そう、なんか福ちゃんっていう万平さん、そのチキンラーメン作ってる方の奥さんが天ぷら揚げてるのを見て、これだ福子みたいな、これだこれだみたいななってる予告みたいな流れたんだけど、そうすん、ちょっとまだ来てないだから早く天ぷら出てこないかなと思って早くね、福ちゃんのね、お家のご飯に天ぷら出てこないかなとか思ってるよシムさん、ありがとうございます。朝ドラ夜に再放送してるっけ。でもなんか朝ドラってちょくちょく再放送してるよね。そう、 BS とかでもなんか BS はよくね、アマちゃんを再放送してますよ。ドゥ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 、たぶん私アマちゃん計 4,5 回見てる見すぎアマちゃんは多分見すぎてる。なんかアマちゃん結構 BS でね再放送されがちじゃない。私はその度に喜んでるんだけどね、アマちゃん大好きだから。ごはんまんさん、あやさん、ありがとうございます。私アマちゃん大好き。そう、もう好きなドラマ界のトップ2なの朝ドラは170とかかな、多分満腹わかんない、まだあるかな。そう、三陸行きたいな、ウニ食べたい、ウニウニウニそう、アマちゃんもね2013年、昔です、中学生だ、多分ワンちゃん小613だからね、11年前、11歳、そうワンちゃん小学生、私アマちゃんの時、ウニはね食べれるんです、私ったら。そう、ウニ好きよ。最後に見た朝ドラ舞い上がれ、舞い上がれね、途中まで見て途中から追いつけなくなっちゃった。舞い上がれ、そう福原遥さんが好きだから見てたんだけど、途中でそう、なんか何日か見れない日が続いた瞬間、もうガタガタガタってなっちゃった猫闇の上ではキスまでもハートはサバイバーで地元に帰ろう、地元で会おう、トップ2ですね。あまちゃんともう一個好きなドラマトップ2、1位と2位です。チュラさん、なんか聞いたことある、けど見たことはない。チュラさん1683日、ありがとうございます。161683、ありがとうございます。そう、アメ横女学院って言ってアマちゃんに出てくるアイドルグループ、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。そう、こういうことしてるプロデューサーの太巻さんっていう人がいるんだけどアマちゃん流行ってる時こう知る人多かったよ。レモンクレープさん、ありがとうございます。
おめでとう、ありがとうございます。なんかそう、あまちゃんの朝ドラに出てくるアイドルグループがいるんですよ。そう、アメ横女学院っていう、そうアイドルグループがいるんだけど、そのアイドルグループはなんか事務所に着いたら、なんか事務所の玄関に自分の名札があるの。それでなんかさ、名札、自分の名札があって取り外しできて、なんかひっくり返したらなんか来ましたよみたいな印になるので、帰る時にまたひっくり返して、そう帰りましたよ、ここにはいませんよみたいな、なんて言ったらいいの、ああいうのって。大地くん、バウッチさん、ありがとうございます。ああいう、なんだろう、自分でさ、となんか S 字フックみたいなのにさ、お札をさ裏表でつけて来ましたよとか、もう帰りましたよみたいなお知らせする、なんて言うんだろう、ああいうボード、そういうなんかボードがあったんですよ。名前わかんないんだけど。シムさん、国翔さん、ありがとうございます。なんだろうね、あれにすごい私は憧れを持ちました。そう、自分がそう来たら、そう来ましたよっていう札にして、自分が帰るときにまた札をひっくり返して、私は帰りますよ、帰りましたよっていう。国翔さん、レモンクレープさん、ありがとうございます。あれにすごい憧れた。あ、そう、なんかタイムカード押すみたいな感じの、そう札系。あれにすごい憧れた。いいよね。なんか小中学生の頃とかはあれですね、朝ドラをね、結構何リアルタイムというか、中学生、高校、中高生ぐらい、嘘だね、高校生かな、なんか結構リアルタイムで見てたりしたんだけど、最近はね。ザキさん、ありがとうございます。あ、そうだ、皆様、あと5分後からノーパラの受付が始まりますので、ぜひ皆さんお待ちください。お待ちくださいじゃない、お越しください。ぜひぜひお越しください。そう、今回あのね、あの劇場のその当選して来てくださった方にはお土産も、なんかそう私たちのそう動画などのお土産もあったりするので、そう皆様が当選することをお祈りしてます。そうなの。なんかあのさ、画像なんか可愛いよね、イコラブみたいじゃない、イコラブさんみたいじゃない。あのノーパラの画像、みんなのさ全身写真が写ってるやつ。可愛い。ぜひ皆様、あと4分後からお申し込みください。そう、なんかシュウさんのイベントの時とかにも全身のその何メンバーの全身のパネルみたいなのがあって、今回私たちもそういうね、そうものを作っていただいて、画像を作っていただけて、ぜひお待ちしてます。ではランキングを読みたいと思います。キャー、お忘れなく皆様。13位ネオアレスさん、ありがとうございます。12位イーイーさん、ありがとうございます。11位マキーサさん、ありがとうございます。10位タッチャン、ありがとうございます。9位タダタンタンさん、ありがとうございます。8位アヤさん、ありがとうございます。7位ハルミさん、ありがとうございます。6位トモチタンさん、ありがとうございます。5位メフィラスさん、ありがとうございます。4位グッさん、ありがとうございます。3位バウチさん、ありがとうございます。2位タッチャンさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。それでは皆様、お申し込みね、お忘れなくです。ぜひぜひお待ちしてますので、のっぱら楽しみましょう、ワクワク。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、バイバーイ、おやすみー。